ただいま降りよう駅です。普通列車の門司港行きです。発車いたします。閉まるドアにご注意ください。次は陣の春です。ありがとうございます。まもなく陣の春に着きます。降り口は右側です。開くドアと足元にご注意ください。閉まるドアにご注意ください。次は黒崎です。
乗車ありがとうございます。次の黒崎駅より乗り換えのご案内です。小倉行橋赤津方面特急ソニック29号大分駅は14時29分来ました方面2番乗り場福岡板橋を通ります。仲間倉手方面普通列車の能形駅は14時31分ホーム変わりまして4番乗り場からの発車です。ありがとうございます。まもなく黒崎に着きます。降り口は右側です。開くドアと足元にご注意ください。閉まる側にご注意ください。次は八幡です。まもなく八幡に着きます。降り口は左側です。開く側と足元にご注意ください。なお次の八幡駅では特急列車通過待ち合わせのため約4分停車をいたします。引き続きご乗車のお客様は発車までしばらくお待ちください。ただいま八幡駅です。この列車は14時33分発各駅に停まります。普通列車の門司港行きです。発車まで4分ほどお待ちください。
また車内の空調効果を高めるため各車両前後のドアが閉まります。閉まるドアにご注意ください。車内に車掌が参ります。切符の変更などございましたらお知らせください。ホームドアがすべて開きます。開くドアにご注意ください。いたしました。普通列車の門司港駅です。発車いたします。閉まるドアにご注意ください。スペースワールドに着きます。降り口は左側です。開くドアと足元にご注意ください。なお次のスペースワールド駅では、列車とホームの間が広く空いている場所がございます。列車を降りの際、足元に十分ご注意ください。
また小さなお子様をお連れのお客様は手をつないでおりください。ご注意ください。枝道です。ありがとうございます。まもなく枝道に着きます。降り口は左側です。開く側と足元にご注意ください。閉まる側にご注意ください。戸端です。
ありがとうございます。まもなく戸端に着きます。降り口は右側です。開くドアと足元にご注意ください。閉まるドアにご注意ください。一旦ホーム側のドアが開きます。閉まるドアにご注意ください。次は九州工大前です。ありがとうございます。まもなく九州工大前に着きます。降り口は右側です。開く側と足元にご注意ください。閉まる側にご注意ください。次は西小倉です。
乗車ありがとうございます。次の西国大で乗り換えのご案内です。日光本線を通ります。上野、下曽根、湯川市方面。普通列車の松田線は14時56分、1番乗りは上野より北彦山線を通ります。石田、石原町、河原方面。普通列車の田川ご当地駅は15時24分、1番乗り場からの発車です。まもなく西小倉に着きます。降り口は左側です。5番乗り場に着きます。開くドアと足元にご注意ください。閉まるドアにご注意ください。次は小倉です。次の小倉より乗り換えのご案内です。普通列車の下関駅は14時52分、3番乗り場。日光本線を通ります。特急ソニック31号大分駅は15時9分、向かい側7番乗り場でお待ちください。新幹線ご利用のお客様は1つ上の階、新幹線乗り換え改札口へお越しください。ありがとうございます。まもなく小倉に着きます。降り口は右側です。8番乗り場に着きます。開くドアと足元にご注意ください。降りの際は車内に切符や携帯電話などお忘れ物なさいませんようご注意ください。新幹線乗り換え改札口をご利用ください。